북한이 오늘 대륙간 탄도미사일과 단거리 탄도미사일을 연이어 발사한 것은 유엔 안보리 결의를 정면으로 위반한 불법 행위이자 한반도와 국제사회의 평화를 위협하는 중대한 도발이다. 정부는 이를 강력히 규탄한다. 최고高度 약 550km 정도, 300km 정도 飛翔し 落下したのは北朝鮮の東岸の日本海であり、 我が国の EEZ 外と推定されます。 また北朝鮮は 6時 42分頃 西岸付近から一発の弾道ミサイルを東方向に向けて発射しました。 昨今の北朝鮮による核ミサイル関連技術の著しい発展は我が国及び地域の安全保障にとって看過できないだけでなく、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含めて一連の北朝鮮の行動は我が国地域の国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて許容できるものではありません。